流脈共振機起動。共鳴開始。録音を開始する。巫女流脈の分析完了。 流脈共振機起動。共鳴開始。録音を開始する。巫女流脈の分析。
お姉様、話を聞いて。この前のことは信号偽装が見破られそうだった。リバクを守る前に、まずお姉様を守りたいから。信号変調装置を強化できれば、きっと。ラミア、今はこの話、やめよう。特に何もないけど。ごめんよ。ねえ。ん？なんでもない。あのさ、いつ功労を離れるの？エイダの話だから見てみたい。そんなこと思ってないくせに。いつか離れちゃうんだ。おっしょ、私ちゃんと自分の人生を送るよ。ラミア、ちゃんとあなたの面倒を見るからね。私たちの花もちゃんと手入れして守ってるよ。でもいつになったらあの時の生活に戻れるのかな。ぐちゃぐちゃだ。私何のために旅に出たんだろう。おっしょ、明日本当に行くの？ああ、高連が徴兵したいのは私が行くべきでしょ。お前に何ができる？流脈で屍になるだけだ。私は。留守番をしていなさい。ラミアを頼むよ。私の花たちもよろしくな。私。追ってこようと思うな。簡単な任務に過ぎない。2年も経てば戻れるさ。もし戻ってこなかったら。その時はその時、自分自身の人生を過ごしなさい。自分の名前は覚えたか？お前は、エイダ・ラムだぞ。お前の人生は他人と関係がない。自分自身のものだ。この意味がわかるか？わからない。お師匠とラミアと一緒に過ごした時間が、私にとってのせい。荷物を準備しなければ、もう行きなさい。お師匠、もし私がお師匠と同じレベルになったらさ、私の代わりに行く必要ないよね。思い上がるなよ。奴らは最初から私が目的だ。お前ではない。私が役立たずの巫女だから。面倒だな。もう行け、寝ろ。私がこんなんだから。お師匠も、私が。
共鳴開始。録音を開始する。ミコ・リュウメイの。龍脈共振器。共鳴開始。録音を開始する。ミコ・リュウメイの分。
共鳴開始。録音を開始する。ニコ・リュウメイの。龍脈空域に入る。手動制御に切り替え。残骸密度は約1平方マイル31トン。衝突危険性最高。損傷。10秒後に残骸地帯を抜ける。龍脈上陸の準備を。軍は軌道外に位置。提供された情報から判断すると
480秒後に到着予定。まだ疑ってる？何も言ってないだろ。余裕がない、急いで。前のような誤差はもう勘弁よ。私たちが退避した空域でバッティングする可能性も、軍艦がここに直接突っ込んでくることもありえなくない。戦争じゃないのに船が落とされるなんてごめんだからね。エイダ、分かったから。じゃ、とっとと降りてよね。リバク、上陸を開始する。こちらリバク、門の外に着いた。高連軍の警ら時間まで気をつけて、リバ君。ここは昔の戦場。